まあ、モータースポーツの世界に存在している、まあ、ナショナルカラーとして国際自動車連盟によってイギリスの色はグリーンですよと、まあ、定められたからが、まあ、始まりなんですけど、イギリスの国旗にあるような色、紺色、エンジン、ワインレッド、グリーンとか、よくジャガーには代表的な色としてボディカラーとして採用されてた。ここ何年かモデルによってはブリティッシュレーシンググリーンという外装色を選択できなかったので、昔からジャガーの好きな方にはジャガーグリーンだろって言ってくださる方やっぱり多いので、新しくジャガーを見に来てくださるようになったお客様には白黒、その中でも最近スポーティーイコール黒っていう、なんとなくそういう風潮があるので、ホイールも黒くてジャガーのロゴも黒にしてブラックエクステラバックっていうような、オプションすごく人気あります。まあ、要所要所をああいう黒で締めることでやっぱりボディ全体がすごく締まって、単純な言葉ですけど、まあ、かっこよく、あと速そうだなとかスポーティーだな、まあ、そういう印象を与えられるのが今は黒なんだろうな。グリーンが復活、まあ、復活とまで言っていいのかあれなんですけど、名称にブリティッシュって入ってるぐらいですから、間違いなくブランドとしては一番推しの色というか、スポーツカーにこそこの色。 FPS の SBR、まあ、超がつくぐらい、まあ、特別なモデルだと思います。まあ、日本7台限定、まあ、ブリティッシュレーシンググリーンをさらにああいうマットな塗装にした。当社のマット塗装はちょっと違っていて、完全にマットというよりは少し光沢があって、光が当たるとよくわかるんですけど、ベタッとしたようなマットではなく、よく見るとちゃんとこうキラッとした部分も見せてくれて、ボディをちょっと俯瞰で離れて見て斜めとかから見るとなんかグラデーションみたいにちょっと違った、場所によってすごく違う色に見えるのも面白いところなので、まあ、特別感もすごく増すモデルじゃないかなと思います。まあ、普通のブリティッシュレーシンググリーンを見ると、まあ、メタリックのペイントなので、あの限定車との違いはすごく並べてみると面白くて、すごく個性的でユニークな塗装なので、見ていただくとすごく深みのようなものが感じ取っていただけると思いますし、太陽の光が当たったらまた違う顔を見せてくれるので、それも面白いところじゃないかなと。まあ、白では黒とか日本ですごく人気ありますけど、やっぱりジャガーだったらグリーンを選んでいただくとすごく深みがあるので、よりご自身のお車に愛情を持っていただけるんじゃないかな。ジャガーランドローバーでは SVO という名称で活動してるんですけど、まあ、そこでしかチューニングできないこととか、 SVO でしか塗装できない色、それがマット塗装なんですけど、あのモデルはその SVO で作られているスポーティーなモデルなので SVR という名称がついています。通常のラインで生産された後に特別な仕様に仕上げる、足回りとかもそうです。よりスポーツカーとしての走りができるような、仕上げをするという。 F タイプも F ペースもあの2台は特別、超がつく特別限定車なので、まあ、ショールームに来ていただけると並んでご覧いただける、まあ、そんなところは他にないと思いますから、で、まあ、当社のショールームは店内に階段があるので、ちょっと下から見たりすることもできるので、それもすごく面白いと思います。 F タイプは世界60台限定、日本6台限定です。その中の1台が、展示してあります。F ペース SPR は、日本、7台限定です。それをショールームで、向かい合わせにして、上段に並べてあります。ショールームの前を歩いていただくだけでも両方が並んでいるのを見ていただけるので、そんなショールームは、他にはございませんので、ぜひ、青山ショールームにお越しいただけたらなと思います。